はい、全世界うまいもの巡りの旅その12ということで、ココス平野店に今から向かっております。ココス朝食バイキング、毎日実施店大阪府全店制覇に向けて頑張っております。さあ、喜連瓜破の交差点を過ぎますと、左手の方に見えてまいりました、ココス平野店でございます。さあ、この駐車場を左に入りまして、駐車スペースに駐車することにいたします。はい、ぐーっと回って、ココス平野店でございます。大阪でね、毎日実施しているお店はそんなに多くはないんですね。宮川店、そして茨城店、そしてこの平野店、3店舗だけでございます。あとはですね、茨城の鮎川店を行けば大阪府全店制覇ということになるわけでございます。さあ、上に上がってまいりましょう。こちらはですね、駐車場代がかかりますので、駐車券もらって、印鑑ついてもらってということになります。さて、お料理でございます。いつもの通りでございますね。さて、今日はコロッケと魚フライですな。それでウインナーね、それでパスタでございますね。ここは焼きそばはないですか。これはですね、肉団子となすびでございます。これうどんでございますね。それでサラダ類ということで、そして名物ワッフルでございます。ワッフルメーカーでね、で混ぜご飯と、そして白ご飯があると選べまして、そして白ご飯のお供はカレールー、これが存在しておると。飲み物でございます。ホットドリンク、いろんな茶葉がございまして、ルイボスティーとかね、ジャスミンティーとかいろんなあります。それでコールドティーでございますね。ゆずレモン、シャルドネ、ね、キャロットジュース、オレンジジュースがありますな。まずは一皿目でございます。味噌汁でございます。それでサラダでございますね。しっかりとね、味噌汁混ぜさせてもらって、油が浮いてるところいただきながら温まろうということでございます。さてですね、それでサラダでございますが、だいたいシーザーサラダね、チーズのドレッシングをかけていただくということなんですが、ブロッコリーいただいてみましょう。で、トマトとキュウリは今回なかったかな。そして海藻類を入れております。それでジャスミンティーでございます。まあ、香港でいうところのヒョンピンでございますね。しっかりいただきまして、コガス朝食バイキングね、土日祝平日もやっておるということです。さあ、それでは、ミール、ファーストミールいただきましょうか。一通り取ってまいりました。卵で魚フライでコロッケですね。でウインナーとでサラダ、そしてコーンスープでございます。ここの卵はちょっとね、固めですよね。いつもね、ちょっと緩めなんですが、こちらのお店は固めでございました。でオーロラソースをつけまして、魚フライでございますね。美味しくパリパリっとしておるところをいただきます。揚げたては美味しいですね。またもやオーロラソースつけました。コロッケ、これもね、なかなか美味しいですね。でウインナーもいただきましょう。パリパリパリっとね、もう本当にね、この最初にこれを食べた時美味しいなと思いました。パリッとしましてね、塩味がちょっとね、ピリッと効いて美味しいです。で肉団子でございますね。これもね、しっかり揚げてね、こうやってやるとね、パリッとしてるんです。ここは
そんな感じではないです。冷凍から戻してみたいな感じになってます。で、ナスビでございます。季節外れではございますが、これもなかなか美味しいということですね。それでコーンスープいただきましょうね。栄養満点コーンスープでございます。うん、まろやかで美味しい。さあ最後にコロッケいただいてみましょうかな。この断面もこんな感じでね、ガスッとこうね、歯型がついてこんな感じでございます。ココスでね、注意しないといけないところはですね、このカレーとかこのワッフルもそうですが、継ぎ足しがないんですね。一回定量分ありますと、それが終わりますと継ぎ足しはなしということなんで、これなくなる前に早くいただいておかないといけないという感じになります。このワッフルもですね、このね、この生地がなくなっちゃうんですよね。なくなる前にこう食べないといけない。普通はね、このノーマルなやつが先なくなっちゃうんで、最後はその宇治茶が入ってるやつがしかなくなっちゃったりしてなんですが、まずはね、これあるうちにいただいておこうということでございます。あとはね、カレーのルーもなくなります。それで鉄板の方にね、生地が渡しますと、上からサンドでございますね。それで2分経ちましたと、これで出来上がりでございます。あら、上にひっついてますな。はん、こうふっくらと仕上がっております。今回はですね、2回分の生地をやっておりますので、みちみちに出来上がっております。1回分じゃね、やっぱりちょっと足らない感じになっちゃうんですよね。まあ、失敗はしないですが、入れすぎるとこう横にはみ出てね、見苦しい感じになるんですが、ちょうどいい感じで出来上がっております。さあ、それではチョコレートとクリームつけまして、食後のデザートいただいてみましょうか。さあ、断面でございます。切ったとこでございますね。しっかりと甘いスイーツとしていただくので、クリームチョコレートよくついたやつをしっかりといただくわけでございます。ペロリといただきまして、最後はですね、カレーでございます。魚フライ乗せまして、フィッシュフライカレーということでございます。ルーいっぱい入りましたところ、ゾロゾロっと。カレーは飲み物でございます。いただきまして、うん、なかなか美味しい、ね、やっぱりこうフライがパリッとしてるのでね、カレーもなかなか食感が良くて美味しいです。ごちそうさまでした。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。